ゃん近づくと。ここがニャンニャン食堂か。っておい、これなんだこれ。猫が食べるようなもの出しやがって。おいシェフ、私はね、金の煮干しが食べたいんだ。にゃ。しまえば、愛してしまえば、もう忘れることなどできないんだよ。
てしまえば、愛してしまえば、もう忘れることなどできないんだよ。いやじゃない。わあ、おててないないしてる。いくぜ、おててないないの歌。おててないない、おててないない、おててないないするのは。歩き方がお尻フリフリな子猫。えんちゃん、えんちゃん、お休みのところ申し訳ないんやけどさ、プレゼントあげたくてさ、こっちがいいかさ、こっちやったらどっちがいい？迷う？どっちもいらん？やっぱそっちやよな。そっち？珍しいな。私もそういう人間になるわな。あまりにも寝ないので、前に TikTok で見た子猫巻き試してみた。かわいすぎわら。しかもゴロゴロ言って寝る準備始めた。TikTok でコロコロを頭の上に乗せるとおとなしくなると聞いたので、早速試してみたら、おとなしい、と思いきや、後ろ向きで歩き出した。結局爪を切るのを忘れてました、笑い。ちっちゃい。いや、美人さんのノルウェージャーフォレスキーかね。はい、よいしょ。あ、いや、ちょっと。あ、手が細そうだね。ほら、なんだ。ダメダメ、それは。あー、ちょっと待って。こっち空いてんだけどな。まあまあ、仕方ない。ちょっとずつね。ちょっとそれはまずいかも。ちょっとずつね。あの、そうだよね。おー、すごいね、本当にまだ。ごめんね。痛くなるとだけ、はいはいはい、そうや、すごいね、うん、怖くないよ、大丈夫大丈夫、おいで。なるよな、進展があれば動画の方出すので。